平成22年7月20日火曜日、総理大臣官邸で予算編成に関する閣僚委員会を開催し、平成23年度予算の概算要求組み替え基準の骨子を決定しました。その後、グラミン銀行のムハマド・ユヌス総裁による表敬を受けました。21日水曜日、総理大臣官邸で第1回となるパーソナルサポートサービス検討委員会を開催しました。その後、2022年 FIFA ワールドカップ招致インスペクションのために来日しているハロルド・メイン・ニコルズ FIFA 視察団長らによる表敬を受けました。23日金曜日、総理大臣官邸で開催された男女共同参画会議に出席し、第3次男女共同参画基本計画策定にあたっての基本的な考え方、答申の施行を受けました。男女共同参画というと、これまではどちらかといえば女性を中心とした課題だという受け止め方がやや多かったわけです。今回は、そういうことではなくて、まさに男女を超えて、男性自身がやはりこの男女共同参画というものの、中身を認識するだけではなくて、行動を持って対応できるかどうかがこのことに大変重要だと、そういう視点が数多く盛り込まれていると理解をいたしております。その後、第2回となる子ども・若者育成支援推進本部会合を開催し、子ども・若者ビジョンについて決定しました。若者、子どもが元気な国でなければ日本の復活はない、そのように思っております。そういった意味で、未来を担う若い世代が抱えているいろんな困難を私たち一緒になって、クリアしていくためのビジョンだと、このように捉えております。続いて、訴訟関係大臣会合に出席しました。24日土曜日、都内にある複数企業共同利用型の事業所内保育施設を視察しました。施設内を見学した後、施設の利用者や保育士の皆さんと意見交換を行いました。この政権は保育を含めてですね、子どもの子育て支援には力を入れてきておりますが、これからはいろんな新成長戦略の中にも盛り込んでますけれども、それを実践する具体的なことにつなげていきたいと、今日話を聞けたのは私にとっては非常にいろんな意味でリアリティがあるんです。